ね、これこの歌ってあんまりね、歌えない。私何どうした？え？何が歌え？ラマンマを、歌うんですけど、これ、先生が亡くなったっていうのを聞く前に、中学校の時からの友達が、ね、電話かかってきてて、3週間メールで送ったら、全然帰ってこなかったら奥さんから、ね、メールが来て、亡くなりましたという受けて、昨日一昨日かな、お通夜に行ってきたんですけど、この歌を歌う時って僕はあのフォンテーヌの会で月例会で6曲歌う時があって、その時アジナブルの曲ばっかりを集めて、その時に歌ったラマンマなんですけど、ちょうどその、月例会の初めの頃にうちの父が、見まかりましてですね、もう泣かないように泣かないように、歌ってたんですけども、その時は泣かなかったんだけど、その後なんかねラマンマ歌うと泣いちゃうかもしれない、もし、泣いて歌えなかったら、歌詞を忘れてもう泣いたふりをして歌詞をごまかして歌ってみようかなと思います。ラマンマ。母上危篤の知らせを受けるや、みんな会いに来たよ。極道息子も急いで駆けつけ、高校息子は花束抱えて、涙をこらえて周りを囲んで、優しくささやく元気になってよ母さん。冷たい額に白髪のほつれる悲しみの Ave Maria, Ave Maria。